フアナラ・ベルトラネー派は、カスティーリアをエンリケ4世と2番目の王妃、フアナの一人娘。正式には、フアナデ・カスティーリアあるいはフアナデ・トラスタマラであるが、フアナラ・ベルトラネー派と呼ばれることの方が、圧倒的に多い。ポルトガル名は、ジョアナデ・トラスタマラ。マドリードでの出世時から終分がフアナについて回った。エンリケ4世は、最初のヒブランカとは子供をけることなく離し、 二人目の、ヒ・フアナにもなかなか子供が生まれず、性的不能者ではないかと囁かれていた。そのため、王ヒフアナは、カスティーリャ貴族ベルトラン・ラクエワを連れ込んで、妊娠したのであり、王女はエンリケ四世の子ではないと思われていた。ユリカゴの中にいた頃から、フアナは、ベルトランの子という意味で、ラ・ベルトラン・デーハと呼ばれていた。後、王ヒフアナは、死境。 音声化の追いのもとへ走り、彼の子供を二人産んだ。このため、エンリケ4世は彼女も離縁したが、静着かどうかは、不問のままフアナラベルトラネー派を自身の一人娘として、後継者に指名し、カスティーリャ貴族に女王として、使えるよう命じた。この決定にことを唱える貴族は多く、エンリケ4世の異母テで、フアナの叔父にあたるアルフォンソ王子、ついでその姉イサベル王女が押された。 エンリケ4世が1474年に崩御すると、イサベルを支持する勢力が拡大し、後ろ盾のないフアナは、母方のおじである、ポルトガルをアフォンソ5世のもとへ救援を求めた。アフォンソ5世は1475年にフアナと結婚し、翌1476年にカスティーリへ侵攻した。しかし、道路の戦いで、イサベルとオットフェルナンド5世の軍に敗退した。 アフォンソ5世は、フランス王類11世と同盟の交渉をしたが、失敗に終わった。1479年、アフォンソ5世は、イサベルとフェルナンドの王位の正当性を認める和議に、調印した。ほどなく、アフォンソ5世とフアナの結婚は、ローマ教皇シクストゥス4世により、近親婚を理由に無効とされた。正当性を否定されたフアナは、修道院に送られ、 リスボンで成去した。死ぬまで手紙にはラレーナと署名していたという、ありがとうございます。